チェビオで実況、ササラ提督のか、ん、こ、え、始まります。始まります。提督が鎮守府に着任しました。これより艦隊の指揮を取ります。稲妻です。どうかよろしくお願いいたします。てなわけで第16話を始めてまいりましょう。今回は2015夏イベントの E-3 激突第2次南太平洋海戦に挑戦したいと思います。もう冬イベも終わってしまいそうなので駆け足で進めてまいります。今回の海域は能動分岐の A マスから C マスに進み、正規空母を2隻以下、潜水艦雷神を1隻以下の編成で E マスに、一方通行で H のマスに進んだら一定以上の索敵地でボスマスに進むルートで攻略していきます。今回の編成はこちら。 E-3 は K ではなくてオッツに挑戦するので、ここまで温存していた主力を惜しみなく出撃させるスタイル。第1艦隊は我らが伝来姉妹に赤城とお母さん比叡に霧島です。続けて第2艦隊はクマちゃんにスーパー北神様、ベールヌイと綾波、モガミンとパンパカパーンです。パンパカパーンのレベルが低いのが気になりますが、まあそこには目をつむり、この2つの艦隊で機動部隊を編成。てなわけで E-3 南太平洋海域オツ作戦で稲妻の本気を見るのです。問題ないですか？この勝利で慢心してはダメ。先に先生を大事にしないと。頭の中で何か。これが従来相関の実力ってやつよ。ああよかった、活躍できて。黒潮や、よろしゅうな。大阪の民間造船所で建造された陽炎型駆逐艦の3番艦黒潮や。こう見えてもスラバヤ沖海戦、南太平洋海戦、第3次ソロモン海戦などの激戦に参加したんやで。タモです。第1次攻撃隊、発射してください。関西機の皆さん、用意2位。この勝利で安心してはダメ。索敵は先生を大事にしないと。頭の中で何かが。意外に優秀なクマちゃんってよく言われるクマ。ここを抜ければボスマスです。タモです。関西機の皆さん、用意2位。何気にわびさびよね。無駄だね。
戦車発兵、主砲敵を追尾して撃て。ボロボロだけどせっかくなので野戦です。魚雷発射クマ。まあ主砲はそう、そうね、あるしょ。戦争には勝ちたいけど命は助けたいっておかしいですか。勝利か、いい響きだな、嫌いじゃない。はいはい、知らずになった駆逐艦村田だよ、みんなによろしくね。さすがはオッツの作戦ですね、一筋縄ではいきません。ちょっとやりすぎじゃないかしら。2回目の出撃はエッチのマスで大破、撤退。ようやくボスマスにたどり着いた。3回目の出撃。問題ないですか。追撃戦に移るクマ。もっとよ。もっと、くそ、直撃かよ。冗談じゃないよ。まあ手法はほーら、まあそうね。アラショ、ちょっとやりすぎじゃないかしら。サミダレを集めて林って場所だっけ。くらいなさい。30ダメージしか与えられずに終了。でも道中のシーマスで新しいカンムスをゲット。やっと会えた、カゲロウよ、よろしくね。第4次軍備充実計画で建造されたカゲロウ型駆逐艦、ネームシップのカゲロウよ。新鋭の主力駆逐艦としてハワイ攻撃機動部隊をはじめ様々な作戦に参加したわ、よろしくね。カゲロウちゃんは来ましたが、この後は特に進展のないまま大破と撤退が繰り返されます。10回目の出撃は録画ファイルが壊れていて動画が再生できませんでした。とりあえず15回の出撃でボスまで行けたのが1回だけ。さすがの私でもこれはわかります。オツ作戦無理だわ。てなわけでおとなしく作戦をオツから兵に戻したら割とすんなりボスまで行けました。沈んだ敵もできれば助けたいのです。命中させちゃいます。もっとよ。逃げるなら今のうちだよ。まあそこはね、そう、サミダレを集めて林って場所だっけ。まだまだチクマには負け。見事に S 勝利です。この調子でどんどん行きましょう。まあ手法はそう、まだまだチクマには負け。そうね、サミダレを集めて林って場所だっけ。まだチクマには負け。この勝利で慢心してはダメ。索敵や戦線を大事にしないと。で、頭の中で何かが。戦争には勝ちたいけど命は助けたいっておかしいですか。こんにちは、軽巡洋艦大井です。どうぞよろしくお願いいたしますね。
熊型軽巡洋艦の4番艦、多いよ。神戸生まれなの。平次は海軍兵学校練習艦として活躍したのよ。もちろん新内は従来総監へのモデルチェンジよね。頑張るわ。やったぜ、大一致。神だれを集めて早しだ。まだ場所だし。神だれを集めて早し場所だって。これで締めるぜ。通算22回目の出撃。いいのよ、こっちに来たら。艦載機の皆さん、用意はいい。この勝利で慢心してはダメ。索敵や戦線を大事にしないと。で、頭の中で何かが。我が輩がいる以上当然の勝利じゃ。ちくまのやつより少しお姉さんなのだからな。追放です。軽空母ですが、練度が上がれば正規空母並みの活躍をお見せできます。小砲型軽空母随砲です。もともとは高速給油艦として計画され、次に潜水母艦、最終的に軽空母として完成しました。小柄なボディだけれど、機動部隊最後の日まで完投しました。随随17式艦砲村田隊を手に入れたので、赤城に装備させる任務を終わらせてしまいましょう。のクリアは無理でしたが、なんとか E の3は終了です。それでは今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。あの司令官さん、稲妻の本気のチョコ差し上げるのです。こちらなのです。